になります。完熟梅って言ったらね、うん。やっぱり梅干しになると思うんですけども、はい。うちの家ではもう欠かすことのできない大事なものですね。今日こちら大原さんのそう梅な干しんでですね。す。塩分が13%で、赤じそもたっぷり、失敗が少なくて香りがとってもいいんですよ。実はこの梅干しを完成させるまでの作業途中で、いろんな美味しいのもとが生まれるんです。はい、今回はですね、その美味しいのもとが生まれる過程をまとめていただきました。はい、3段活用なんですそうね。なんですね。梅干しって作るときに、まずほら、こちらの生の状態でね、完熟梅を手に入れると思うんですけども、それを塩漬けにしていきます。で、その後赤じそにつけて干す作業を経て梅干しが完成するんですね。それぞれね、作業するタイミングが違うので、その待ってる時間の間に途中段階のものを美味しいのもととして楽しもうということなんですはね。い、つまり完熟梅の3段活用、1段目はこちら、生のそのまま完の、熟梅ですそうね。です。そして2つ目が塩漬けした梅、これ3、4日でできそうるんでですすね。ね。これも美味しいんです。で、3段目が皆さんご存知の梅干しそうですといね。うことで、これがそれぞれ美味しいのもとになっていくということなんですね。で、まず初めに教えていただくのはこの完熟梅なんですけれども、これお店に並ぶのは本当に6月中旬の一時だそうけですなんですよね。ね。今年はまだ収穫されていませんので、去年の夏に大原さんの料理スタジオにお邪魔しました。ようこそ。もう今本当に漬け頃って感じですけれどもね、いい香りがしますでしょ。なんか桃のような甘くてそう爽やかそうそう、な香りがしますね。幸せな香りでね、年に1回のお楽しみなんですけど本当ね。に、これ完熟梅の中でもちょっと青いものがあったりした時っていうのはどうすればいいんですか？そうですね、そのまま2、3日常温で置いとかれたら、だんだん黄色く熟してきますのでね、黄色くて香りがよくて熟した感じになったものが一番いいかなと思います。で、今の時期しかないせっかくの完熟のこの生の梅を使って、今日はサラダを作ってみたいと思いますね。完熟梅そのまま使そううなんんでですね。す。完熟梅の3段活用のそこうれでが1す、つ1目つです目ですね。ね。ちょっとこうやって赤くなったものがあれば、それを使っていただくと余計サラダには彩りがきれいになりますので、種を外すようにそぎ切りにちょっとしていきますね。じゃあ梅干しを作るときにちょっとお楽しみでですいくつよ。か取っておそういなんでてこす。のお料理を作るんそうですです。ね。このぐらいの量で構わないと思います。はい。こちらにドレッシングを作っていきたいと思います。まずこれお酢ですね。それからサラダ油と、それから煮切ったみりんです。これは全部同じ量になりますのでね。で、ここにちょっとお塩を入れますね。ここにこの梅を入れますね。で、この梅を入れただけだとちょっとドレッシングと馴染みが悪いので、こちらの方でちょっとお手手でちょっと梅を潰すように揉んであげてください。こうするとドレッシングの中にも生梅のね、こうお肉がちょっと溶け込みますし、梅にも味がなら馴染んでドレッシングになっていきますね。で、この状態でもうすでに美味しそうですよね。さっぱりし本当に た唾が出爽てくやるかな感じ。香りがしてますね。レタスは洗ってもらって、ちょっと食べやすく少し大きめにちぎりますね。次はこれはきゅうりを細切りにしたものですね。そして紫玉ねぎ、これを入れます。で、ちょっと全体になじませるように混ぜていきます。で、これをお器に盛り付けていきますね。で、ちょっとさっきの赤いとこ少し見せながらね、こんな感じにしまして、完熟梅のサラダ、出来上がりました。綺麗ですタコさん、せっかくですし、ちょっと召し上がってみていただこうかなと思って。いただきどます。うぞ。いい香り、酸っぱい香りなんだけれども優しい酸味ですよね。意外にね、生
の時にしかない味っていうのがあるので、うん、それはもう1年に今1回しか味わえないあのものですので、ちょっとお楽しみでね、こういう生のまま味わっていただくものもいいんじゃないかなと思いますね。さあ、完熟梅のサラダ材料表でおさらいです。完熟梅というのは生でいただいても美味しいんですね、はい、たまらなく大好きなものなので、もう見ていてまた食べたくなりました。はい、生でしか味わえない香りと味を生かしたサラダ楽しんでください。さあ、続いては三段活用の2つ目ですね、はい、じゃあ、はい、ここからいよいよ梅干し作りが始まるんですけど、まずは塩漬けにして、その塩漬けを使ったお料理をご紹介したいと思います。映像でご覧ください。まず最初にね、はい、この熟した梅を洗って、そしてヘタをなり口を取っていくっていうのをやりたいと思いますので、はいはい、やってみましょう。で、あのこれお水に長いことつけはる方もあるんですけども、熟してくればくるほどお水を含むと後でかびやすくなるから、あのもうそんなにつけなくて構いませんし、これぐらい黄色くなってたらさっと洗う程度でも大丈夫なのでね、はい、水につけるというよりはさっと洗うという感じですね。そうです、完熟の場合はということですよ。じゃあこれをなり口を取っていきますけども、なり口ってこのここのちょぼっとしてるとこですねつけといたらあかんわけではないんですけども、はい、取っといた方がつけた後召し上がるときに違和感がないので、ちょっと取っておきましょうかね、はい、じゃあこのヘタを取ったあの梅を今度は塩漬けにしていきたいと思います、はい。で、私が好きなのはあのカビずにうまくいくので 13% ぐらいかなと思ってやってるので、この梅が 1kg に対して今回は 130g のお塩になりますね、はい、でこれを、今回は 1kg 少量ですので、このように保存袋でつけていきたいと思います。でまずこの洗ってヘタを取ったものですけれども、もしお水気がついてるようだったらちょっとペーパーで押さえてもらって、水分があまり入らないようには気をつけていただきたいですね、はい。でこの口のところにちょっとお塩をつけて、この袋にどんどん入れていきます。なんでこうなり口のところにお塩をつけるんですか？ここが一番、まあ、傷口といいますか、あの弱い部分なので、ちょっとお塩を入れといてあげると、よりこう何ですか、カビない効果が高くなるといいますか、うん、ここから痛みやすいのでね、うん、でこの、残りましたお塩をこちらに全部入れちゃいます、はい、そうしましたらちょっとこれを押し付けるようにしながら、うん、ちょっと平らにしていきます、はい、今回は簡単にこうして袋でつけますから、バットに入れてもらって、はい、バットを重ねてもらって、これで重しの代わりになります、はい、でお漬物っていうのはどのお漬物も大体その元々の分量の倍の重しをするっていうのが基本なんです、はい。でそれで重しって言うと皆さんなかなかね、そんな石やら何やらないでしょうから、うん、このようにペットボトルね、そうだとも本当にこれであのお水が入って2キロになりますので、はい、これをこうトンと置きますね。でこうしますと大体重しが効きまして、はい、水分がだんだん梅から出てきて、お塩が溶けて、で梅がちゃんと浸かるまであのお水をあげてほしいんです。このお水っていうのは透明な梅酢のことなんですけども、 3、4日で梅全体が梅酢に浸かることが大事なんですね。もし十分に梅酢が上がらないときは、重しの量を増やして、必ずあの 3、4日で梅酢が上がるように工夫してください。じゃあこれで、今4日目かしら、あのもう完成したのでちょっと見てみたいと思いますね。下漬けの状態です。あら、お水がたくさん出る。たくさんお水が出て、こんな状態で使ってくればバッチリなんですね、はい、で、あのだんだんちょっとなんかあのフルーツだった梅が梅干しらしくちょっとなってきたかと思いますけどね、この後は梅と同じ1キロの梅重しを乗せてもらって、そして赤じそが出回るのを待ちます。室内の暗くて涼しい場所か冷蔵庫に入れて、カビなどの異変がないか毎日様子を見てください。もしカビが出たら清潔なスプーンで取り除いてください。そして梅は焼酎などを吹きかけておくと、またカビ防止にもなります。はい、これで2段階目完熟梅の塩漬けが出来上がりました。さあ、ここからは塩漬けの梅を使ったお料理です。まずはきゅうりの白梅あえです。これ柔らかくなったこの塩漬けの梅を種を取り出しまして、
でこれをこうちょっと叩いていきますね。何にしてもいい匂いですね。本当にね。何にしても美味しそうですよね。キュウリも皮を全部剥いてますね。キュウリ皮剥くと綺麗ですね。そうです、翡翠色でね、とっても綺麗なのと、はい、青臭みが減るので、まあ、今回のこの梅の酸味なんかもあのとてもよく合うと言いますか、はい、上等に見えますよね、うん、このお手手でまだちょっと揉んで、はい、この梅肉をなじませていきますね、うん、はい、きゅうりの白梅あえ出来上がりました。これはこの完熟梅を塩につけたものがなんか調味料みたいな役割をするんですか。そうなんです、これだけで、はい、梅がいい香りですね。いい香りだし色もいいですね。あと他に白梅の使い方としまして、大根おろしなんかに混ぜていただいて、焼いたお魚とかお肉と合わせていただくと、またポン酢とかとは違うお味で、この夏場にさっぱりとしたおろしでいろいろ召し上がっていただけるかなと思います。塩漬け材料表でおさらいです。塩の量は大原さんは 13%、はい、梅の重さの 13% の重さの塩で漬けます。塩漬けした梅はきゅうりや大根おろしなどと合わせて楽しめますよ。さあ、ここまで完熟梅の3段活用、はい、2段目まで来ました、ね、はい、この後、はい、赤唐は赤じそを入れて梅干しにしていきますね、はい、ではいよいよ3段活用のラスト3つ目です。では次は赤じそを、塩で揉んで一緒に梅干しと漬け込んでいくための準備をしたいと思います。それにしても結構な量ですね、はい、そうなんです。さっきの1キロに対して葉っぱが 200g ぐらいになると思うんです。ずいぶんたくさんの普通の量よりもたくさん入れますけども、はい、私はね、シソがすごく好きなのと、うん、シソの香りが強い方がお梅干しも美味しくなるって自分で思ってますし、シソ自体もつけた後にいただくんですね、はい、それもまた楽しみなので、たくさん使っています。じゃあちぎっていきたいと思います、はい、手が染まるのでね、はい、気になられる方はこうして手袋をしていただいて、はい、青い軸は残してそれ以外のこの葉っぱのところだけをこう、はい、ポイポイとちぎって葉っぱのところだけを入れてください。なんかこれちぎってるだけで、うん、なんか気分癒されるそうなんで、心がね癒される香りがあるものをこう作業するとね、だから梅仕事楽しいんですよ。じゃあ頑張ってちぎったシソを今度は洗っていきたいと思います、はい、シソは結構ね汚れてるのでしっかり洗いたいと思いますね、はい、なるべくこう大きなボール、そうです、大きいお水、うん、ボールでたっぷりのお水でねこうして洗っていただくといいですね、うん、でこれをあと2回繰り返してやっているうちにちゃんと泥とかね、うん、いらないものが流れていきますからね、はい、先ほど洗ったのはもう下にお水が出なくなるぐらいまでちょっとこう、うん、置いといていただいて自然に水が切れる状態で大丈夫です、はい、まずはお塩で揉んでアクを抜きたいと思います。でお塩は 200g に対して 40g ですね。でそれの半分の量、まずは半分、そうです、をまず入れまして、これでお塩を回してしんなりさせていきますね、うん、で最初はまあしんなりさせて余分なアクを出すっていう作業ですね。それを今やっています、はい、なんか紫色のちょっと出てきましたでしょ。でこのなんか泡っていいますか、こういうのがアクになってくるんですね。その汚い色っていうか、ほうほうほう、まあ、こんな感じでいいかな、はい、でこれで大体ちょっと1回目、はい、アクを絞っていきますね、はい、はい、じゃあこれ先ほど揉んでたボールをまたきれいにしまして、はい、この絞ったのをもう一回入れますね、はい、でさっきはアク出しで次はちょっと色出し的な感じになりますので、うん、残りのお塩を全部入れます、はい、ほら今度はきれいな紫色にだんだんなってきますでしょ。本当鮮やかで鮮やかでしょ、うん、こうやって赤いっていうか紫色の色が出てくればもう大丈夫ですしね。
このぐらい色が出て中にも塩が回ったこの状態でもう大丈夫です。でこれをちょっとまた絞ります。じゃあこの2回目絞ってできたシソを発色させていきたいと思います、はい、それに使いますのがこちら完熟梅を、はい、塩漬けしといたものですね、はい、こちらの方で出てきましたこの汁を使っていきますね、はい、でこれをちょうどですね、うん、お汁だけをこちらにシャーッと入れますね。はい、こんな感じにしまして、はい、ちょっとこのシソをこう揉んでいきますと、はい、あ、梅干しの色。そうなんですよ。ここでやっと梅干しの色赤くなっていくんですね。ほうほうほう。これが梅干しの色になっていくわけですね。はい、では、とうとうこのシソとこの梅を合わせていきたいと思いますね。うん、はい、まずこの塩漬けしてた梅を、この袋のままシソを入れてもこう何て言うんですかね、シソの色が全体にちょっと混じりにくいと言いますか染まりにくいので、はい、まずはこのこういう保存のね、はい、瓶に入れていただく方が全体に色もつきやすいし後の保存も楽かなと思いますのでね、はい、そしてこの上にシソを入れていきます。シソたっぷりですよね。本当ですね。ここで大切なのは梅酢が赤じそまで使ってるっていうことなんですね。梅酢が少ない場合はラップをかけてちょっと押してもらっていいので満遍なく梅酢に浸るようにします。それから室内の暗くて涼しい場所におよそ2週間置いて赤じその色と香りを梅に移していきます。その後梅雨が明けて3日間以上お天気が続く予報が出たら干し始めます。梅をザルに並べて3日間天日に干します。日中に裏返してまんべんなく日光に当てていきます。夜は室内に取り込みますが一晩最後の晩だけ夜に出したままにしておくと夜露に当たって皮が柔らかくなりますよ。赤じその方は梅酢を絞って同じように3日間カラッと干します。保存瓶の梅酢は1日だけ日光に当てて殺菌していきます。干し終わったらすべてを瓶に戻し入れて保存をしていきます。これで梅干しの出来上がりです。干したてはフレッシュさが残っていますしまた時間が経つとまろやかになって味が変化していきますね。この赤じそたっぷりが大原さん流でしたけれども、はい、色も綺麗に出来上がりますね。味も風味も豊かで美味しいんですよ。梅干しができたら赤じそそして赤梅酢それと一緒に3つの美味しいの素が出来上がります、うん、梅干し3つともそれぞれのお料理に活用できるんですね。そうですね。まずは梅干しを使ったおかずをご紹介しましょう。フライパンにみりんと薄口醤油を入れて中火にかけていきます。沸いてきたら梅干しを手でちぎって加えます。種もね入れていただいて大丈夫ですよ。そこに梅干し豚肉を入れていきます。しゃぶしゃぶ用ですね。梅干しと合わせることで豚肉がねさっぱりいただけるんですね。全体に混ぜていって豚肉に火が通ったら器に盛り付けます。はい、三つ葉をあしらって豚肉のさっと煮梅風味の完成です。梅干しの風味の煮汁で煮ているので本当に今の時期にねちょうどぴったりであっさりと食べやすいんですよ、うん、そして赤じそはイワシと煮物にしていきます。お鍋に水で戻したお昆布を入れてそこに頭と落として綿を取り除いたイワシを並べていきますね。お昆布を戻した時のお水とそれからお酒、お砂糖、お醤油を入れて火にかけます。煮立ったらアクをまず取り除きますね。梅干しの赤じそをここで加えます。こうすると赤じそで
魚の方の癖が和らぎますし、お魚の旨味が入って赤じそが美味しくなるんです。これがまた塩分にもなりますのでね、魚と赤じそを組み合わせることで両方がより美味しくなるんですね。この後落とし蓋とお鍋の蓋をしてゆらゆらとゆっくり煮えるぐらいの弱火で2時間ほど煮ます。はい、こうしてイワシの赤じそ煮の出来上がりです、はい、骨までねしっかり柔らかくなりますしね、はい、赤じそは炊くと美味しくなるんですよ。ね、赤じそも美味しくいただけるということなんですね。残りやすい赤じそもね、こんな風に煮物に活用していただけるといいかなと思います。さあ続いては赤梅酢を使って長芋の赤梅酢漬けです。長芋は皮を厚めにむいて一口大に乱切りにします。保存容器に入れて梅酢を加えて冷蔵庫に一晩ほど置くんです。こんな風に赤梅酢を全部に浸すのではなくって長芋の高さの半分ぐらい浸かるようにすると赤と白の色が美しく味のバランスもちょうど良くなるんですね。長芋の赤梅酢漬け出来上がりです。綺麗です ね歯触りもいいですしね、赤梅酢の効果で色も香りも美味しそうですし、とってもなんかおめでたい感じしますよ ね。お祝いの席なんかにもぴったりですね、はい、簡単ですしね、いいと思います。さあ材料表でおさらいです。赤じそは塩でしっかりと揉んで黒っぽいアクを絞り出してから塩漬けした梅と合わせます。ね、はい、梅干しを作っていくといろいろ調味料としても、ね、使うことができるんですね。いろんなものができてくるのでそれがまた楽しみでね、はいはい、お肉ももちろんですけれどもお魚やお野菜にも合わせることができますよ、はいはい、ということで今回は完熟梅の三段活用を教えていただきましたけれども、はいでね、生で食べるの初めてだったんですけれども、はい、本当に桃のような爽やかな香りで美味しいですね、はい、そうです。なんかもう八百屋さんにねもうちょっとしたらいっぱい出てきますでしょ、はい、もうあれ前を通るのがもう行き過ぎられなかった私梅好きなんです、はい、もうなんかたまらなくなって買ったらとりあえず一粒食べてみたくってもうたまらない。それをサラダにね今回してみましたけど、はい、そう今回あの大原さんに梅仕事を教えていただいて、うんはい、本当に梅お好きなんですね、うん、ありありと梅愛が出てたかなとはい出てました出てました、はい、あのでも梅仕事っていうのは1年間のうちの手仕事の中では、はい、大原さんにとってどんなお仕事ですか。そうですね、私は料理が梅が好きなだけじゃなくって、はい、先ほどもなんかいろいろやりましたけどもこの梅干しのベースがあるだけでお料理の本当にこう一年中の展開が楽しめますし、うん、何かにつけてやっぱりあの使いやすいと思います。もともとお薬として始まったものなのでね、はい、梅干しっていうのはね、うん、ですから家にはなくてはならないものということで大事に1年使っていっています、はい、梅干しそのものでももちろん楽しいんですけれども、はい、こうしてお料理に使えると思うと1年間ね、はい、手仕事の思い出と一緒に梅干しをいただくことができそうですね、はい、今回紹介した内容は今日の料理6月号にも載っています。ぜひ参考になさってください。この時期ならではの仕事ですね、はい、そうですね、はい、大原さん次回もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も一日日だまり屋。うわあ！ほら翔太、悪魔のような天使のようなそんな植物があるんです。5分の園芸小話です。日曜朝に放送中。今日も一日日だまり屋。わーいわーい、お水が嬉しい季節だ。それだけじゃないぞ、夏は植物がいっぱいじゃ。番組内容は趣味の園芸テキストに載っておるぞ。低脂肪でタンパク質を多く含むカジキや鶏むね肉でもパサつくのが心配ですね。ジューシーに仕上げるコツをマスターしましょう。マコトさんのメタボが心配だって？それなら食事も気をつけないと。